ーどうしたの？やっとアメリカに帰れるってのに浮かない顔してさ。あ、いや、なんでもないよ。わかってるわよ、ロイ。バツたちと別れたくないんでしょ。不思議なものだ。少し前まではあんなに嫌っていた国なのにな。今ならまだ間に合うわよ。飛行機キャンセルする？いや、アメリカに帰るさ。僕は僕のやり方で彼らの力になるつもりだ。 What? それってどんな方法なの？ティファニー、それはまだ内緒だよ。ロイのバカ。政治家になるんだかなんだか知らないけど、自分だけハーバード大学に行くことないじゃない。このまま離れ離れになっちゃうのかな。あ、そうだ、グッドなアイディア思いつきました。会長、ご気分でも悪いのですか？いや、何、娘は帰ってきたのはいいのだが、今度はボディーガードになると言い出しおってな。ちっとも家におらんのだよ。まあ、でも会長はいつまでも娘が甘えん坊で困るといつもおっしゃっていたじゃありませんか。まあそうなんだが、離れたら離れたで寂しいもんでな。社長の方が甘えん坊ですね。ロイ、待っててね。これからはミーが一生守ってあげるからね。わあ！アメリカに帰らないって？そうなんだ、ティファニー。私は今まで日本は宗教の教えを守らない利己的な国的な国だと思い込んでいた。確かに悪い人たちはいる。でも気持ちのいい人たちもたくさんいるのは君たちにも分かったはずだ。だから私は宣教師となってこの国に残る。そして両国民がお互いに理解を深めるための助けになろうと思う。分かった。君がいなくなるのは寂しいが、お互い頑張ろうぜ。ファイト、ボーマン。おい、まだやるのかよ。当たり前だろ。ただで英語を教えてやってるんだから、これぐらいのことはやってもらわないとな。さあ、もっと大きな声で。愛の募金運動にご協力お願いします。ワンスモア、愛の募金運動にご協力をお願いします。俺たちエイジさんの活躍を聞いてすっげえかっちょいいって思ったっすよ。まあな、俺の手にかかりゃどんなやつでもイチコロだぜ。ところで、隣の高校のやつらまた出しゃばってきてるんすけど、一丁締めに行きましょうや。当たり前じゃん。いや、やめとく。俺はこれからはつまらん喧嘩はしねえって決めたのさ。行かないんすか？エッジさん、まさか守りに入ったんじゃ。エッジさん、変な無理はよしましょうや。女の子のファンが減りますぜ。そうまで言うなら言ってやろうじゃんか。やった。
それでこそエッチなんすよ。ただし、もう前みたいな卑怯な真似はしねえ。これからは男らしく正面から言ってやるぜ。どうも。大吾兄さん、生きていたのね。すまない、アキラ。女のお前にこんな危ないことをさせてしまうなんて。は？生きていたのね。女のお前？今まで嘘ついててごめんなさい。実は私は総番長の弟じゃなくて妹だったの。なんだと？よくもわしらを騙したの。な、何するの？お主が女だろうが男だろうがわしらには関係ないんじゃ。とにかく俺たちは生死をくぐり抜けた仲だろ。今さら他人なんて虫が良すぎるぜ。え？よろしく頼むぜ、相棒。相棒なんてやだ。私は普通の高校生に戻りたいのに。ちょっと下ろしてよ、ガンのバカ。お願いだから下ろして。孫分の起こしたからがい革命は。おいかん。おお、エッチが。なんだお前、授業中も寝てばっかりのやつがいきなり勉強なんか始めてよ。いや、アキラが尊敬されようと思ったら人並みに勉強もできなきゃダメだと言うんでの、ちょっと頑張ってみる気になったんじゃ。おうおう、殊勝な心がけで。ま、いつまで続くかね。その後日本により満州国が建てられ、なんとか。こんなめんどくさいことやってられるかい。何やってんのよ、もう。教科書だってただじゃないのよ。尊敬されるってのは辛いの。今回は随分生徒たちに教えられました。本当に。実は私は島津流空手の跡取りだったのです。まあそうだったんですか。お恥ずかしい話、父が亡くなってから親族の間で醜い跡目争いが起こりましてね、私は嫌気がさして逃げてしまったんです。私はいつの間にか武道の基本である勇気を忘れていたんですね。こんな男が洗脳されたのは当たり前です。だから私も彼らのように思い切って勇気を出そうと思います。先生。はい。あのですね、私はずっと前から言おうと思っていたのですが。はい。ですね、私とですね、